栗塚正午大正9年11月2日は、日本の司法官僚、判事、弁護士、衆議院議員。議会、君党は、肖像医、君さん等。越前末、平家の家老で、越前府中を領した本田氏の家臣の子として、江戸の本田邸で生まれた。漢学を学んだ後、渡辺高貴に英語を、村上秀俊にフランス語を学んだ。反命で、 大学南校に入学するが、1872年に司法省名簿寮に転じた。1875年、パリ大学に留学し、1878年に法学士の称号を得た。引き続き、パリ政治学院で学び、1880年に卒業した。帰国後、司法省書,書記官、司法大臣秘書官、法律取調べ委員会委員書記などを歴任。 1886年には東京仏学校の創立に参画した。さらに1890年に司法証民事局長に就任すると、翌年には大新院判事に転じ、部長を務めた後、1898年に退官した。退官後は弁護士を開業した。1902年の第7回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。その後も第8回、 第9回の総選挙に当選した。その他、本職会議員に選ばれ、議長にもご選された。ありがとうございます。